皆さんこんばんは、佐野調子です。石塚里奈です。今週も大阪京橋エンターテインメントダイニングベロニカよりヴィンテージな曲をお届けいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回はどのようなヴィンテージな曲を、はい、ちょっとね、俺もやってみたかった曲なんだけど、はい、まあ青春時代ですかね、1981年、まあ、俳優のね、時藤三郎さんが歌った、はい、顔の流れを抱いて眠りたいという ね、これは1981年ですけど、その2年後に不揃いのリンゴたちっていうドラマのポーズがあって、これもまた大ヒットしたんですよ。柳沢慎吾さん、中井貴一さん、時藤三郎さんっていう、この時はエリー、年のエリーが主題歌だったんだけど、まあ、時藤さんも出てて、とっても好きな曲を今日はね、歌わせてもらうかと思うんで、じっくり聴いてください。顔の流れを抱いて眠りたいです。
聴いていただきましたけど、懐かしかったでしょ。いや、渋かった。あの、この流れを抱いてみたい。どういうことだね。どういうことだね。そうですね。皆さん、ちょっと想像してみてください。かっこよかったですね。はい。さあ、この頃でございますが、1981年、先ほどもね、おっしゃっていましたけれども、この年は、歌詞レコード店が大流行。その前まで、あの、歌詞レコード屋さんとかは、皆さんなかったんですよ。僕らの、だから、自分で買ったりね、レコード店で。そして友達にレコードを借りたりして、それでまた返したり、貸したりでよかった。あの大きさ、大きい、はい、ですよね。まあ、貸しレコード屋さんですけど、まあ、どっちかというとシングルより LP レコードね。今のいわゆる CD のアルバム。あ、それを、例えば1週間借りて、100円とかじゃなかったのかな。これで借りてきて、また1週間後に、1週間後に返して。え、家で聞くんですか、そのレコード。もちろん、聞くし。で、あの、夫姉が録音するわけ。録音カセットテープというね。カセット、そうそうそう、カセットデッキで、ね、ターンテーブルにレコード乗っけて、カセットデッキに、セットしてポーズをしといて、レックボタンを押すやん。分かんない、ポーズを解除しといて、静かにタンプレレコードバリを置いて、まあオートでも行くわ、それでブーってやって A 面を聞いて、あ、じゃあ流しながら録音されていくってことなんですね。そうそうそう、入ったらここを解除するわけやから。そしたら A 面がバーッと流れたらまた B 面に、ほんで今度また B 面にして、カセットも B 面にして、それでまた録音、あのポーズ解除して、それでまた B 面が流れ、それでまたずらっと撮っていく。へえ、それが1981年。覚えました、覚えました、ね、これからもそういう懐かしいエピソードを、はい、もちろんヴィンテージクラブはね、何でもね、これから言っていきますから、いろんなものヴィンテージ取り上げてね。さあ、フィラちゃんからそんな質問もありましたけども、来週も素敵なヴィンテージの曲を用意して、もう少し、皆さんにお届けしたいなと思います。それでは皆さん、来週まで、さようなら。